はい、こんにちは。今回こちらの可愛い女の子と一緒に始まりましたゲーム、リドルルームっていうゲームなんですけども、まあ大体謎の部屋とかそんな感じかな。まあこのゲームなんですけども、あの謎解きゲームとなってるみたいなので、早速私名探偵謎を解いていきたいと思っております。初めからでお願いします。謎解きゲームってやっぱ楽しいんだよな。頭使うからね。深い深い眠りだった。昨夜、どうやって寝床に入ったのかも覚えていない。昨夜？いや、寝たのは夜だっただろうか。なんか心電図の音するんだよな。疲れ切っていたせいか、どこかはっきりしていない。今は何時だろう。外は明るいような。そんなことは何の意味も持たなかったような。ひどくだるい。頭も重い。すべてが曖昧だ。おはようございます。誰だ。あるいはこんばんは。最高血圧125、最低血圧66、正常範囲です。正常なのか。もうちょっと血圧が正常か正常じゃねえかわかんねえからさ。声？ぼんやりと聞こえてくる。それは、すぐそこで囁かれているかの、いるのか、遠くで反響しているのか、半然としない。ここは、どこだろう。あなたは77人目の挑戦者です。77人目なんだ。なんだ？切り板か？すべての謎を解いて、この部屋から脱出しましょう。いいね。謎を解こうよ。早速。もうね、謎解きたいんだよな。謎？脱出？女性の声は、俺の理解を待たず、今度ははっきりと上から降ってきた。ゆっくりと起き上がる。硬い床に、横になっていたせいか、節々がこわばり、痛む。回らない頭に意識を集中させ、あたりを見渡した。なんだここ、精神病棟みたいな部屋だな。白く、簡素な部屋だ。等間隔について、等間隔についた光が、これまた真っ白な壁に反射して眩しい。この部屋に見覚えがない。ここは、どこなんだ？父は、どこに行った？父ってことは、二人暮らしなのかな？テスト。そして、このロボットは、誰なんだ？こんにちは。ロボットか。ロボットは応答した。アンドロイドとかそういうやつかな？瞳に光が宿り、声が発せられる。こんにちは。何かお手伝いが必要ですか？ロボットの女の子。聞きたいことは山ほどあるけど。君は誰？私は無能。人工無能の無能と言います。人工無能？人工無能ってどういうこと？人工知能じゃなくて？あなたの手助けをします。人工、無能？人工知能じゃなくて？ねえ。純くん、主人公は純くんっていうのか。はい。人工無能です。人工知能と異なり、人工無能は学習することがありません。学習することがないってことは、決められたテンプレート通りの会話しかできないってこと？人工無能は、あらかじめ設定された質問にしか回答ができません。そうだね、やっぱり。チャットボットのようなものとお考えください。無能ちゃん？なんだか気の抜ける響きだ。よろしく、人工無能の無能ちゃん。スリッパ？あ、いた！
なぜか、急に頭をはたかれた。しかも、スリッパで。この子は、ロボット三原則を知らないのだろうか。なんだ、ロボット三原則って、俺も知らねえ。逆らわない。攻撃しない。命令を聞くみたいな。命令を聞くは一個目の逆らわないと一緒じゃねえか。何すんだよ。無能ではありません。無能です。無能は、発音の問題か。ジャンジャック・ルソーのイントネーションで発音してください。え？ルソー、無能、無能、無能、こういうこと？無能ってちょっと上がる感じ？あるいは、カヌー、パワー等と同じです。無能、無能でいいの？無能で。無能じゃなくて、無能ってこと？なかなかに面倒くさいロボットだ。面倒くさいロボットだな。無能ちゃん。言われた通りの発音で名前を呼ぶと、無能ちゃんは、え？無能ちゃん？わかんなくなってきた。無能ちゃんは満足げに笑顔を作った。面倒とはいえ、話し相手がいるのはいい。状況も何もわからない真っ白な部屋に一人でいると、どうにかなりそうだ。とりあえず俺は何も思い出せないし、情報も何もない。まずはこの、無能ちゃんが何か知っているだろうか。そう難しいな。まあ別に今何時とかっていうのが分かったところで、何もないと思うから、とりあえずここはどこだ？ここはどこ？答えできません。なんでだ？ GPS 機能を使用するには、マップ機能の更新が必要です。更新。更新はどうすればできる？更新状況を確認します。現在のファームウェアは最新です。最新なんかい。最新だけど、更新が必要なの？え？じゃあ、更新しねえと GPS は使えないけど、現在最新ってことは結局 GPS は使えねえってことか。俺には、この手の知識がさっぱりない。少なくとも、簡単に、現在の居場所が確かめられないことは分かった。じゃあ、俺は誰？ジュン君って名前は分かるけど、俺は誰？あなたは、ミシロジュン様です。ミシロジュン。よかった。違った名前を言われたら、どうしようかと思った。他に何かわかる？質問が漠然としています。そっか。具体的に質問してください。具体的に。しまった。そうだった。仕草があまりにも滑らかだから。チャットボットであることをつい忘れてしまいそうになる。ごめん、何か聞くことは今何時か。今何時？お答えできません。時計も？時刻機能を使用するにはタイムモジュールの更新が必要です。専用インストーラーデバイスを用いた自動インストールか手動インストールを行い、わかった。ストップで。ダメなのか？時間については諦めた方が良さそうだ。こんなところでね、そんな更新できるかどうかわかんねえしな。まいった。まともな回答が何も用意されていない。やっぱり、無能ちゃん。無能ではありません。無能です。ジャン・ジャック・ルソーのイントネーションで発音してください。いや、俺、そのジャン・ジャック・ルソーのイントネーションがこれで合ってるのかもわかんねえけど、とりあえず、ルソー、無能みたいな感じでしょ。うん。あるいは、カヌー、パワー等と同じです。なんでだよ。なんでそこだけ完備してるんだよ。しかし、これでは拉致が開かない。こういう時は、何をすればいいですか？困った時は、ヘルプと言ってみてください。ヘルプ。こんにちは。人工無能の、無能かな？なんで U だけ小文字なんだろう。無能です。いわゆるチャットボットです。
これから私の使い方について説明します。しまった。思わずオウム返ししてしまったが、その単語に反応して、無能ちゃんは淡々と自分自身について語り始めた。私はあらかじめ想定された質問にしか回答することができません。質問されたことに対して、プログラムが働けばイエス、ノー、関係ないの3種類に関して回答をすることができます。つまり、このイエスとかノーで答えられる質問でないと受け付けてくれねえってことか。例えば、どんな食べ物が好きじゃなくて、いちごは好きですかって聞かねえとダメってことか。また、簡単な文章であれば、あらかじめ回答が用意されている場合もあります。以上で簡単な使い方の説明を終わります。まずは、ここから出るにはどうしたらいいですかという言葉をかけてみてください。それ最初に教えてくれよ。ここから出るにはどうしたらいいですか？扉を開いて外へ出ましょう。わかりやすい。わかりやすいけども、なんか、あるんだよな、扉の横に。あなたは77人目の挑戦者です。問題をすべて解けば扉は開きます。それではスタート。そんな感じで始まるの？え、そんななんか、とりあえずやってみようみたいな感じで始まるの？あの後、俺は考え得る限りの質問をした。分かったことをまとめると、こんなところだ。三代純。前後の記憶がない。無能ちゃん。外部との連絡は取れない。77人目の挑戦者で問題を解けば出られる。その他、出られないことで何か不都合はあるか？これは何かのゲームか？まあね、ここから出れなければ、あなたは死にますとかって言われたら死ぬ気で解かねえとダメだもんな。他に誰かいるか？等の質問を投げてみたが、ほとんどに回答が用意されていなかった。あくまで問題を解かせることが無能ちゃんの作られた目的のようだ。問題に挑戦します。行こう。謎解こう。借りました。さて、あなたはウミガメのスープと呼ばれる水平思考ゲームをご存知ですか？なんとなく知ってる。とりあえず、なんとなく知ってるけども、俺の知ってるクイズと違う可能性があるから知らないでいこう。では説明をさせていただきます。ウミガメのスープとは、不可解な状況に対し、イエス、ノーで答えられる質問を行い、その返答から何が起きたかという状況を導き出す推理ゲームです。私は、イエス、ノー、関係ないの3パターンを回答します。また、話の核心に近い質問や、重要な場合は、いい質問です、いや、重要ですなどの回答をすることもあります。はあ。そのヒントもくれるんだね。質問は何度でも行うことができます。答えが分かったと思ったら、回答すると私にお伝えください。私からいくつか質問をさせていただきます。すべての質問に正解したら真相をお話しいたします。なるほどね。つまり当てずっぽうじゃなくて、ちゃんと解明してくださいねってことだ。また、間違えることによるペナルティはありません。それでは第1問、スタートです。やってみよう。とりあえず解いてみようぜ、1個。村人たちは、綺麗に咲く花を踏みつぶして村へ入りました。なぜ？え？気に食わねえとかじゃねえのか？これはなんだ？これをクリックすれば質問できるのかな？ああ、なるほど。それに関連した質問ができるのか。村人たちは人間なのかとか、健康とか、特徴とか。なるほどね。じゃあまず、そうだね。
綺麗に咲く花を踏みつぶして村へ入りました。咲く花、あ、花は村人が植えた、これいいんじゃない。花を植えたのは、花をって、花を植えたのは村人たちですか。とてもいい質問です。お、いい質問なんだ。この花は村人たちが植えたものです。自分たちで植えたのか。村人たちは何か目的があってこの花を植えたんだ。自分たちで花を植えた。入り口に咲いていた村人たちで、村へ入りましたってことは入り口に咲いてたんじゃないの。まあ、一応聞いてみるか。村は、花は村の入り口だけに咲いていたのか。いいえ、入り口以外にも花は咲いていました。入り口以外にも花は咲いていた。そして咲いていたのは入り口だけではなかったというのは重要です。重要なのか。入り口以外にも咲いていたか。で、村人が植えた。つまり村人たちは、意図的に村の出入り口となる部分に花を植えたんだ。そしてそれを踏みつぶして入っていくのか。あれ、こっちにも質問ができたら、まあいいや。村へ入りましたっていうのは、村に人は住んでいる、村から出るときは、ああ、入るたびに踏むのか。これは村に入るたびに花を踏みますか。イエス、そうなんだ。村の人たちは村へ入るたびに花を踏む必要があります。花を踏む必要がある。つまり、なんだ、意図的に踏んでるってことが重要なヒントです。なるほど。踏みつぶしてっていうのは、あ、踏まずに村に入れるのかな。踏まずに村に入ることはできますか。イエスでもありノーでもあります。入ろうと思えば入れるんだ。どういうこと。チャレンジすることはできますが、チャレンジ、実際に踏まずに入るのは難しいでしょう。ちょっと引っかかる言い回しだ。チャレンジ、踏まずに村に入るのは難しい。まあ、入ろうと思えば入れる。チャレンジって言い方がちょっと引っかかるけど、なんだ、花を踏まねえと死んじゃうとかなのかな。それともなんか、あるのかな。例えば、こう、川とかがあってさ、川に自生している花を、いや、関係ねえか、川ではねえな。村人以外も踏む。村人以外も踏むのか。村以外の人たちも踏んで入りますか。イエスであり、ノーです。これもか。事情を知っている人は踏んで入りますし、事情を知らない人は踏まずに入ろうとするでしょう。事情、だから村を囲うようになんか川とかがあって、で、花咲いてる？いや、川に花が咲いてるのは別に普通だしな。まあ、例えばよ。例えば川的なのがあって、で、花が、あるみたいな。あ、トラップ、トラップ、そう、トラップ。なんか、花、じゃ川があって、入り口にも花があるんだよ。で、その、なんか、泥棒的なやつが村に入ろうとすると、その花、なんか、出入り口以外の花から入ろうとすると、川に落ちちゃうみたいな。そういう感じじゃない。そういうんではねえのかな。なんだよ、トラップって。入り口以外にも咲いていた。花はすべて咲いていた？あー、なるほど。すべての場所に咲いていたのかってことか？村を取り囲むように花は咲いていたのか？そうそうそう。これこれこれ。もし取り囲むように咲いてたんであれば、村の、その川で囲まれた村の出入り口以外を、出入り口以外というか、出入り口とその川の
判別をつけるために花を植えるっていうのがちょっと俺引っかかるけどさ、なんかそれでトラップ的な。いいえ、咲いていた場所と咲いていない場所がありました。あ、そうなんだ。じゃあ川とかじゃねえな。無能ちゃんの答えが関係ないじゃないってことは、咲いていた場所と咲いていない場所は何か意味があるのか。なるほど。咲いていない場所もあった。咲いていない場所もあったか。もうちょっとこの入り口以外聞いてみるか。踏んだ場所以外、踏んだ場所以外は、入り口以外の花は全部枯れていたのか。いいえ、枯れているわけではありません。咲いていない場所は枯れているということではないのか。ということは、植えた後に、咲いていない場所もあるけど、それは枯れているんではなくて、植えた後に抜かれたとか、そういうこと。ちょっとまだピンとこねえな。難しいっていうのは何？死ぬの？そう、なんか川に落ちて死ぬとか？花を踏まないと死ぬ？はい、とてもいい質問です。お、いい質問なんだ。笑いながら答えるんじゃないよ。出血死？いいえ、違うのか。落下死？いいえ。爆死？爆死？ガチャか？はい、はいなの？おっと。踏まないと死ぬ。爆死。あ、つまり、わかりました。村人たちは、花を植えた、え？花を植えたんだよ。花を、そう、村人たちは花を植えたんだよ、まず。村の周りを囲むように。花を植えた？違う。まず、村人たちは、自分たちが出入りする道以外のところに、村をこう囲うように、なんか、地雷的なのを埋めるのよ、まず。地雷的なのを埋めましたと。で、地雷が埋まっているところと出入り口を判別するために、出入り口だけに花を咲かせましたと。そうすると、こう、他のなんか人たちが村に入るときに、いや、花を踏んで村に入るのはさすがに忍びねえな、つうことで、それ以外から入ろうとすると、爆死すると。で、村の人たちは、そこが出入り口っていうのが分かってるから、花を踏んで入ると。よそ者は、それ知らねえから、花を踏むのはさすがになっていう良心に訴えかけて、花以外のところから入ろうとすると、爆死すると。そういうことじゃないの。なんでこんなややこしいことをしてるのか、俺わかんねえけど。そういうことじゃない。村人たちが、まず、出入り口以外に地雷を植えて、そして自分たちは出入り口とその地雷源を見分けるために花を植えたと。そして花を踏むっていう行為の良心に訴えかけて、他のなんか村人以外の奴らが侵入しようとすると爆死すると。こういうことでしょ、無能ちゃん。どういうことで、そういうことじゃないですか。じゃあ回答してみるか。別に間違えてもいいって言ってたからな。一応俺の中で答えは固まったから。それではただいまから回答フェーズに移行します。はい。いくつか質問をしますので、正しいと思うものをお答えください。任せてください。花は何のために植えられていた？まあ俺の推理だと、薬じゃなくて目印だ。目印になるためだ。合ってるんじゃないの？これ選択肢にこれあるってことは。花を踏みつぶしたのは、花を踏みつぶすのは村人たちが出入りするためだから村人の意思だ。花は何を見分けるために必要だった？
3文字の言葉ですよ。3文字？村人たちが植えたのが、おそらく地雷だから、地雷でいいんじゃないの？行こう。どうすか？花は、地雷を見分けるために植えられていたんじゃないか？あ、ほら、もうこの会話が用意されてるってこと当たってるんじゃないの？村に帰るときに目印が必要だったんだ。な。見事、正解です。どうや？いや、やっぱりね、分かっちゃうよね。うん。名探偵ですからね、私なんつったって。それでは真相をお話しいたしましょう。お願いします。いや、もうね、こんなもんすよ、名探偵にかかれば。終わった？我々の忍耐の勝利だ。終戦の知らせを受け、自分たちの故郷にやっと帰れることになったのは、春のことだった。避難シェルターから外に出て、敵国の影に息を潜め、残りわずかな備蓄を消費し、一歩一歩村への入り口を目指した。なんかちょっと俺の思ってた感じと違うけども、まあ、敵国からね、攻められてる状態で、こう、隠れてたんだよね。だから敵国が自分たちの村を占拠しないように、自分たちだけにわかる目印をしたってことかな。やっと着いたな。長かったな。村人たちは安堵の息を漏らした。小高い丘に静かに佇む民家の屋根、それを囲う石造りの外壁は、この地を離れた時からほとんど変わった様子はない。そして視線の先には、眼下を流れる谷川の水力を利用した門がそびえている。長き戦いに耐え、有刺鉄線が張り巡らされてはいたが、それは間違いなく懐かしい故郷の入り口だった。みんな、もう一度確認するよ。まず俺が村に入る。みんなは離れた場所で見てきてくれ。俺が合図したら入ってきてくれ。その時は絶対に俺の歩いた足跡の上を通ること。おう、当たってるんじゃないのこれ。わかった。いやもう今回は全部完璧に当たってたね。なんかそのこういうゲームするとさ、大抵なんか動機のところとかさ、物語の筋とかが外れたりするんだけども、ちゃんと当たってたね。村の入り口に立ち、周囲を注意深く観察する。戦争が始まり、徐々に。しかし確実にこの国は追い込まれていった。もともと農耕や畜産が主力の穏やかな国だ。何の因果か戦争などという荒ごとに巻き込まれ、輝かしい戦果を上げられるはずもない。国の疲弊は確実に目に見えるようになった。行き場のない不安が村を包み始めた頃、敵国がこの村を前線の一時的な拠点にしようとしていることが分かった。ん？この村は我が国でも有数の山岳地帯、その入り口に位置している。自然や交通にもある程度恵まれていて、中継地点としてはうってつけだ。ボサの決断は迅速だった。村を捨てて避難せよ。避難の知らせが村中に伝えられるや否や、俺たちはすぐに荷物をまとめて出発した。ただし、村にとある細工を施して、でも地雷を埋めていったんだよ。ただでは渡さんぞと。花の種を持ち寄り、村を取り囲むように撒いて避難したのだ。敵国は地雷を多用することが情報として知らされていた。我々の村を拠点として使用する際、この村の周囲にも地雷を仕掛ける可能性が高い。あれ？ならばどうすればいいか。地面を掘った場所か、掘らなかった場所かが
判別できれば良いのだ。あれあれ、え、地雷を埋めたのは村人じゃないの？あれ、地雷を仕掛けるためには土を掘り返さなくてはならない。つまりあらかじめ花の種をまいておき、綺麗な花が咲いていればその地面は掘り返されていない証拠なのだ。なんか違うあれあれ、名探偵の推理となんかちょっと違うぞ。あれ、地雷を埋めたのは敵なの？そして今種は芽吹き、見事な花畑を作っていた。悪役と剣撃の最中、地中で密かにこの時を待っていた無数の花。忍耐の苦痛を、家族を失った悲しみを物語るように花弁が揺れた。帰ろう。恐る恐る足を進める。娘の大好きだった花を一輪一輪踏みつぶしながら。以上がこの問題の真相になります。あ、まあ、半分当たってたからいいんじゃない？敵か、地雷を埋めたのは敵か。でも確かにそうだよね。なんか俺話しててしっくり来なかったんだよ。なんで自分たちが埋めたものを見分けるために花を植える必要があるんだって。で、なんで敵に地雷を踏ませるためにさ、花を踏むのはちょっと良心が痛むだろうっていう、よくわからん敵の良心に訴えるんだろうっていうことは思ってたんだけど、なるほどね。敵が地雷を埋めるっていう情報を知ってたから、そこの判別、なるほどな。なるほど。いや、なるほどだよ、ほんと。おめでとうございます。第1問クリアです。まあでも、無能ちゃんがクリア判定したからいいんだよ。それでいいんだよ、名探偵。楽しみいただけましたか？いや、楽しかったっす。これがあと何問かあるんでしょ？問題って、全部でいくつかあるの？いくつあるの？そう。イエス、ノーではないので、回答できません。めんどくせえな。ルールが分かっていませんか？煽られてる。なんか煽られてるな。もう一度チュートリアルを聞くことをお勧めします。ヘルプとおっしゃってください。馬鹿にされてしまった。仕方ない。こういう場合は、問題の数は5問以上ですか？いいえ。4問ですか？はい。問題は全部で4問です。4問あるのか。コツはつかんだ。あとはこのまま解いていくだけだ。楽しそうですね。楽しんでいただけて私も嬉しいです。いや、楽しいです。問題が出てきてから多分私のテンション爆上がりしておりますので。顔に出てたらしい。やべえ。わかりやすいのかな。照れ隠しのように人工無能から顔を背けた。それでは第2問行ってみましょう。というわけで今回第2問の前にこの辺にしておきますので、次回続きお楽しみにください。お楽しみにください。お楽しみにしてください。そんじゃあバイバイ。いや、テンション上がると舌が回らなくなるんだよ。